Welcome to the Dojo です、はい、オープンレックで録画して配信しつつプレイでございます。選択してください。出撃する機体を選択してください。これぞ一石二鳥。私的に、いや初動だったら使い捨てよこいつ。デブだけど被弾面積広いですけど、こいつは本当に近距離では信頼性も置ける機体ですね。めちゃめちゃ信頼性が置ける。近距離は盾があんまりお仕事しないといえばしないかなみたいな。そろそろ起きてください。おねんねの時間終わりです。自分本拠点 Y の防衛をお願いします。上陸させていただきます。敵本拠点敵見えねえなマジ敵が見えねえ。なんとなくそこにいるよねっていうのを打っても見えねえんだもん。行くか。いやだけど今は来てはない。意外と火力は出ますね。ビームシューター、ビームシューターでございます。あ、やべえ、思ってたより全然長生きしてる。もっとサクッと死ぬ予定だった。ジオンの精神とともに。これは心に入れた。確認続け。あれ、寝ぼけてるのか。コンテナが見つからない病です。いた。敵の本拠点に攻撃を開始。1来たな。よし、ここで俺の死に時はここだ。今俺が死ぬとき。今死にに行きます。普通に行きたいですねこいつは。あとね、私が盾の使い方がまだ減った減ったんですよ。うん、まだまだ。もっとしっかり丁寧に使う。すまんね。回避させてもらうよ。いや、大事に、大事に行けばいいんだけど、大事に行かないんだよ。大事に行かないで突っ込んじゃうから。低コスト能なんで、低コストの動きをしちゃうんですね。時間を破壊しました。でこれアルクス使うと割とまいい感じになるの。すまんね。なんでしょう。アルクスは割と昔使ってた。うまくやればいいね。かっこいい。これ1ガランドにすんのよくない。
なんで殴られてるんですか。どこですか。どこですか。はいかよ。やばいやばい。上にいて地雷ポイポイしてるやつでしょ。後手ですね。ネズミだけかなり削られている印象。敵本拠点に接近、攻撃を開始する。俺だって成長しているんだ。拠点をいただきました。一応取らせたらまずい。リロード、リロード長いんです。当たんなかった今の。あれしないですか。やった、当たったし。また南を振れ、うわ、ワイ来て、継続的にワイ来てるやつがいんな。結構アイザックできてる人でいいんだよね。アイザック止めようがないからね。アイザックの時はほんと止めようがない。どうすんだ。いい加減
いや、ストレスレーダーいいんですけど、9分やめよ。あ、切った。相手が動きがすごいいいですね。で、頑張った。超頑張った。正面から持ってる。こっちがで動けてないのが痛い。中央降ってきてるね。まあ、A 割れば逆転。A 割れば逆転。X 割られると負け。だからここ今重要なのは一応取られないことですな。私ができることで重要だと思うのはこのデッキ的にね。割られた。また来よった。宇宙からか、中域からか。悲しみでしかなかった。完全する。回収を優先して回りましょう。でこの機体面白い。この機体使ってて楽しい。 A 割っても逆転厳しいからな。もうすでにっていうかさ、なんで5にそんな執着するのか。今 A でしょ、どちらかというと。5から C いけてねえじゃんみたいなね。よくあるパターンなんだよなこれ。1から A いけるのに C はそんなにいってもいけてねえじゃん C っていう。なぜそんなに4通り返したらすぐ中央そこで出られてんだよな。5から C 行けんならいいんですけど。コンテナを回収したぞ。お前を追い続ける。しかし私の勝ち戦に花を咲かせる。しかし貴様に話す下など持たぬと言ったはずだ。味方に当たった。特別手当でいただきましょう。ブーストチャージはちょっと低めね、やっぱね、こいつね。また南振られてって言って、ここのタイミングでいい圏外、こういう。はい、また来たという感じでございました。やっぱ腹いってきたね。腹減ってきた。
援軍撤退とか言った方がいいんじゃないかな。ワイマおい、さあ最後だ、突っ込もう。わあ、三連はちょっと火力的に乏しいなと思いつつも、三連バズですかね、直射三連炸裂弾、ちょっと火力がね足りないね。9万こいつ一人で9万ダメージ、まあ、ジオ4機ですな。ジオゲーすぎないですかね、9やりすぎ。私のフレピクを思い出すわこれ。シュン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 、いやフレピクでも9万いかねえってフレピク4機でも9万はいかない。個人評価の報告です。どんだけっすか。貴様の働きを。基本的に同じ機体を4機入れるのがまああるんで、デッキ制限したらやめたら、そうすると売れなくなるしな、難しいところですね。そんな感じでございました。実況プレイ終わりです。いやまあまあ楽しいね、使ってて楽しいです、手数があるからで、意外と中距離今までできなかった。だバウバウの廉価版だと思ってますね。バウはもうちょい早いんです、ポジションとして。バウ、あ、だけどバウと同じ速度か。でバウより軽く出るんだよね、これも全部バウ内蔵なんですけど、でコスト低いし1分ぐらい短い、非常に扱いやすいです。とても扱いやすい機体に仕上がってると思います、うん、これがな、いやいいんで、いい武器なんですけど、ちょっと火力面でなんか足りねえなって感じることが。バフはいいや、バンバンバルバン来たいからこっちですね。はい、そんな感じでした。